放課後、帰りの駅のホーム。はあ、羨ましい。俺の名はアキラ。彼女いない歴イコール年齢の高校2年生だ。彼女いない歴イコール年齢といっても、別に嫌われているわけじゃない。はあ、その証拠に普通に女子の友達もいる。それなりにコミュ力はあるので、なんで彼女ができないのかというと。ごめんなさい。アキラくんっていい人なんだけど。友達のままじゃダメ。アキラがいいやつなのは分かってるんだけど、彼氏ってのはちょっと。とか毎回言われるんだよな。決まっていい人なんだけどって言われるから、俺もいい人がどうでもいい人にしか聞こえないよ。電車が参ります。俺一生彼女できないのかな。うわ、すっげえ風。お、電車来たわ。って。やばい。今の風で女の子が線路に落ちそうになってる。危ない。間に合った。無事でよかった。ありがとう。どういたしまして。今度から気をつけてね。じゃあ。名前。あの子が助かって本当によかったよかった。ギリギリ間に合うなんて、やっぱ神様はちゃんと見てるんだな。俺のことも助けてくれないかな、神様。彼女のいない人生からそろそろ救ってくれてもいいんですよ。3年後。とか思っているうちに3年の月日が流れてしまった。大学に通うようになっても、相変わらず俺に恋人はいない。でもいいんだ。もう、恋人なんていなくても俺は楽しく生きていけるのだから。そう、彼女がいれば。いいよな、ヴィラン。歌もダンスもキレッキレだし、顔立ちもスタイルも SSR! 最高！3年の月日は、俺に悟りを開かせるには十分な時間だった。恋人ができなくて落ち込んでいた俺の心を、テレビから流れてきた彼女の歌声は癒してくれた。そして俺は変わった。もう彼女なんていなくてもいい。そう考えるようになった俺は、様々なバイトに精を出し続けている。さて、今日もミランのライブに行くためにバイト頑張ろう。今度のバイトはイベントの設営だったな。給料いいし頑張るか。すいません、この機材はどこに？なんか外の様子が騒がしいな。ちょっと見に行ってみるか。あれは、ミランだ！もしかして今やってるの、ミランのイベントライブの設営だったの？めちゃめちゃやる気上がるんですけど！おい、アキラ、ミランだ、生ミランだよ！すっげー可愛いな。サインもらいに行こうぜ。いや、俺は行かない。行くならお前らで行けよ。どうしてだよ？お前ミランの大ファンだろ。ライブに行くためにバイトしてるんじゃなかったのか？そう。こいつらの言う通り。俺はミランのライブに行くためにバイトをしている。だから正直めちゃくちゃ一緒に行きたい。だがそれは、今している仕事を一時的にせよ放棄することになる。俺の心を救ってくれた彼女の前で、そんな恥ずかしい真似はできない。とにかく俺は遠慮する。すいません。この機材はどこに運べばいいですかね。あの人って。結構な規模の会場だけにやることがめちゃくちゃ多かった。おかげで全身疲労困憊。ライブまであと2ヶ月半。大学もあるのにこの生活が続くと思うとちょっと無茶しすぎな気がしないでもないけど、ミランのためなら頑張れる。ライブ会場、夜。ふぅ、ようやく終わったか。さすがにもう帰っちゃったよな、ミラン。ちょっとでいいから話したかったけど。じゃあ今から話す？ミラン？なんで？もう帰ったんじゃん。スマホ置き忘れちゃって取りに来たの。ねえ、あなたもしかして。なんという偶然だろう。この出来事を神様に感謝したい。な、何か？ううん、なんでも。それよりさっきは見なかったけど、私のファンじゃないのかな？違う、逆、大ファンだよ。だからこそ仕事ほっぱらかして君の前に立つなんて恥ずかしかったんだ。そうだったんだ。ねえ、あなた名前は？アキラです。けど、そう、アキラって言うんだ。ねえアキラ、あなた明日も来る？ああ、うん。明日は大学もないから。でもなんでそんなこと聞くの？私、あなたに興味が湧いちゃった。え？今日はもう遅いから帰るわね。また明日お話ししてくれると嬉しいな。バイバイ。あ、いってえ、夢じゃない。アキラ、うるさい。マジでか、マジでか、マジでか、マジなのか。あのミランが俺と話したいって、興味が湧いたってマジなのか。うおー、生
きててよかった。うるさいって言ってるでしょ。いい加減黙らないとあんたの部屋のポスター引っぺがすよ。すいませんした。今すぐ止まります、母上。帰宅後、こんなことがあったが無理もない。だって推しのアイドルから直接あんなこと言われてテンションが上がらない方がどうかしている。うわあ！明日話せるっぽいし、仕事が楽しみで仕方ないぜ。うるさい。翌日。お疲れ様、アキラ。今日も頑張ってたね。見てたの？リハの合間にね。あんな重そうな機材を軽々と運ぶなんて、アキラって結構力持ちよね。まあね。昔線路に落ちそうになった女の子を助けたこともあるんだぜ。こう、ぐいっと引き寄せて。やっぱり、君だったんだ。なんか言った？ううん、何も。それより聞きたいんだけどさ。アキラの食べ物の好き嫌いってある？ないよ。なさすぎて小学校の時、好きだった女の子が嫌いな食べ物をこっそり食べていたくらいだし。アキラってやっぱり優しいね。今日もお疲れ様。頑張ったアキラに今日はプレゼントがあるの。プレゼント？カホにする。嬉しいけどそれはやめて、腐っちゃうから。好き嫌いがないって言ってたから、男の子の好きそうなものを適当に作ってみたんだけど、よかったら食べてくれる？あ、言っとくけど、味の保証はしないわよ。だって初めて作ったから。って、どうしたの？大丈夫？推しのアイドルの手作り弁当。しかも初めての。我が生涯に一遍の悔いなし。食いて！しっかりしてよ！ちょっと誰かいる？なお、お弁当は意識を取り戻してから美味しくいただきました。休日。いえ、マジか。マジなのか。これは本当に現実なのか。あのミランが俺の部屋にいるだなんて。どうしたの？いや、推しの君が俺の部屋にいるとか、なんか現実離れしてて信じられないというか。紛れもない現実だから安心して。それよりすごいグッズの数ね。よかったらサインいる？いります。はーい。応援いつもありがとう。どういたしまして。それより、なんで俺の家に来たいだなんて。ん？せっかくのお休みだったからかな。だったら街で遊べばいいのに。それだと注目浴びちゃうから。めったにないお休みだからリラックスしたいの。一ファンの男の家だと余計にリラックスできそうにないと思うんだけど。そんなことないわよ。だって興味あるしね。前々から思ってたけどさ、なんで君は俺に興味を持ってくれたの？それは秘密。アキラ自身で気づいてくれると嬉しいな。ミランはそう言うけど、俺には全く心当たりがなかった。結局俺は理由を教えてもらえず、また気づくことなく日々を送る。その間にも彼女との仲は深まり、俺たちの関係はファンとアイドルから友達同士へと発展した。推しのアイドルと友達になれるとか、ちょっと前の俺が聞いたら信じられないだろう。でも、もっと信じられないことがさらに起こった。ライブ当日。いよいよ本番だな。頑張って。うん。私の勇姿、しっかりそこで見てて。ミランがステージに飛び出していく。人気絶頂の彼女が現れるなり、会場のボルテージは一瞬で限界突破した。この場にいる誰しもが彼女の歌に、ダンスに酔いしれる。それは俺自身も例外ではない。ああ、やっぱミラン最高。それじゃあ次の曲行くわよ。しっかりついてきてね。おお、この曲はミランの曲の中でも人気ナンバーワンの If You Are Here じゃないか。ライブでやるのは初めてだよな、この曲。この場にいてよかった。曲の伴奏が始まった頃、ステージ上で影が動いた。ミランのではない、もっと大きな何かの影だ。セットが。大きな影の正体はミランの背後、ライブに合わせて作った舞台セットのオブジェだった。大音量の曲に合わせてゆらゆらと左右に動いており、その揺れは徐々に激しくなっている。おい、あれ、マジかよ。急いで曲止めろ。ライブは中止だ。気づいたスタッフたちが急いで指示を出す。慌ただしさにステージ上のミランも異変に気づいたようだが、自分への危機には気づいていない。曲が止まった。どうなって？ミラン、避けろ。巨大なオブジェはバランスを失い、ミランの方に倒れ込んでいく。会場に旋律が走り、時間が止まったように誰も動けない。
俺以外は。間に合え！大丈夫かミラン、怪我はない？ありがとうアキラ、また助けてくれたね。またって、ああまた助けてくれた。ミランのこの言葉で俺は全てを思い出した。なぜこんなにも人気アイドルのミランがただの一ファンに過ぎない俺を気にかけてくれたのか、なぜ興味があるのか、その理由の全てを。もしかしてミランってあの時の？やっと思い出してくれたね。なんということだろう。なんと俺の推しアイドルは以前俺が駅で助けたあの子だったのだ。そっか、あの時の子がミランだったんだ。あの時から俺を言いたくてずっと探していたの。私を助けてくれた優しい人を。また助けられちゃったわね。サンクス、私のヒーロー。そんな大げさだよ、俺がヒーローなんて。ううん、アキラは紛れもなくヒーローよ。私のだけじゃなく、ここにいるみんなにとっても。よくやったぞお兄ちゃん、すげえかっこよかったぞ。ミランを助けてくれてありがとう。こんなに大歓声と拍手を浴びたのは生まれて初めてかもしれない。みんなの推しを救った俺は間違いなくみんなのヒーローなのかもしれない。ねえアキラ。え？ヒーローにはヒロインが必要だと思わない？それって、私をあなたのヒロインにしてくれないかな。好きなの、あの時からずっと。なんで倒れるの？アキラ、ねえちょっとアキラしっかりして。まさか嬉しすぎて気絶する人がいるとは思わなかったわ。心配させてごめんなさい。で、返事は？もちろん OK だよ。俺のヒロインになってください。こうして推しのアイドルと友達になった俺は推しのアイドルの恋人になった。彼女は忙しくてなかなか会える時間は少ないけれど、少ない時間で愛を育みながらゆっくりと俺たちのペースで交際を続けている。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。